馬券に戻った方がいいんじゃない。馬券に戻ろう戻ろう。いける気がしてきた。その時間が止まる。しかも振り切れましたちょうど。最後の。送り来たよ。あれ？いやでもいいじゃないですか。そういうもんなの。そういうもんなのよね。開けに来るはずなんだよ。開けにってこれがはずなのに。まあ行ったりも当たった。まさか あと150で残して。いや持ってんなお前、ね、そうなんすか。持ってんすよ。いけんね。いやいい動画になりましたよ。ちょっと最後のアクリル出てきてねえんだよ。え？そういうもんなんだよ。そういうもんなんだよ。あ、これ何、ね、これ何ですかね。なんかイヤホンですね。お、じゃあ別のものだ。イヤホン？多分イヤホンです。いやこの度一番テンション上がってたでしょ。今が二人とも。びっくりしました。いやすごい上がるでしょ。当たり出たから。当たりが入ってます。レイジさん。願いは叶いましたね。すげえ嬉しいよ。はい。あたりこれ何があるの。これはイヤホンですね。イヤホンマイク、はい、僕の方は、うん、踊り型スピーカーマイクが当たった。はい、は当たってない。え、俺の方は当たってない。あの、運もらった。俺の方は運、日頃の行い。そうそう。じゃあ結局俺が一番良くないって話なのかな。いや、そんなことないよ。そんなことはないっすよ。いや二人余裕あるね。お前のおかげ、お前が礎となって。違う、なんかえお前、お前ら、昨日までのお前らだったらマジ乱さないでくださいって言ってたと思うんだけど。いや、お前のおかげ。でも余裕、ハッピーになると余裕出てくるんだね。一番運があるかもしれない。お前がいなかったら俺たち当たんなかったよ。いや、余裕あるな。あのね、こっちのイヤホンマイクの方は、うん、メグさんの方でも取り上げてなかったから、はあはあ、分かんないんですよ、何が入ってな、どういうやつ。なるほど、じゃあとりあえず開封の儀を、開封の儀をやりましょう。あの車で楽しみですね。楽しみですね。ねえ、入れるものがあるっていうのはねえ、大地。はい。どうした大地、ちょっとなんか どうしたんですか。気持ちよくなさそうだけど。そのでも、うんうん、その時間がないから、うんうん、帰ってる途中に車の中でやってもらえると確かにすごいいいと思う。思った以上に時間ないの。うん、そうだね、言う通り。そうですね、ちょっと我慢してもらって、開けないで、うん、入ってる途中にオープニングしよう。いやみんなにプレゼントもゲットできて。あ、うん、確かに。完璧じゃん。プレゼントになるのこれ。オフ会のプレゼントも用意できてね。麦はなるべく早めにあげましょう。それはどっちでもいいだろ。早めに消費しないと。じゃあ一応最後に2人でこのボトル持って、ボトル持って、うん、なんて言えばいい。しっぱら、しっぱら。この度忘れないでくださいね。はい、せーの、しっぱら。いいですね、いいですね。閉まりました。もう今向かってるんですけども、多分もう明日、今日は昼だから50人近くは来ちゃってると思うんで、そうなんですね、混乱しないように駅が、はい、そうですね、混乱しないような場所で今からやるんです。みんな暑い中集まってくれるから、はい、飲み物をね用意しといたから。さすがの気遣いですね。そう飲み物用意するっていうのは最低限のマナーだ。ちょっと人数分多分足りないですね。でもみんなで回し飲みして、回し飲み仲良くね、行きましょう。もうそろそろね、50人ぐらいがもうみんなシーシーシーって練習してこないんで、多分異常な人の群れがあると思いますね。まあ、そうですね、また3本ですか。それがどうなんだろうな。なかなか異常な人の群れは見えないね。この辺だよね、多分ね。0人ぐらい。いるっぽいね。5人。1、2、3、4。どこまでですかね。わかんない。わかんないですか。集合かけた。そうだ。集合。でも集合って言ったから来ちゃったんだけど、ちょっと。まさかね、こんなに集まってくれるとは。ドリンク持ってきたんで。ありがとうございます。早いもん勝ち、どうぞ。早いもん勝ち。まさかね、こんな。50分も。7人が来てくれました。このぐらいだったら向こう側の大丈夫かな。
またかわいこぶってない？いやいや、人が集まってきたからまたかわいこぶってんじゃないの？今回の旅一日中ずっとかわいこぶってるでしょ？ねえ。あー、俺は仕事は？現場とりあえず終わったんだよ。違う、おかげさまで。あ、行きました。よかったです。はい、せーの、お送りしてい。やちょうど今オフ会終わったんですけど、さ、50人来るっていうさ、もう振りもまず間違ってなかった。間違ってた。そこ全部間違ってる。そうだって、そもそも来てくれたらさ、ありがとうって言うわけだから。50人来るの振りも間違えてるし、でもそもそもだから1人2人しかいないよっつって9人も来てくれたが一番合ってたと思うんです。そうだね。それを唯一見越してた男が飲み物を9本用意していた。エイジ。いや、エイジやるな。知ってたんだよね。エイジやるな。見えてた。見えますよ、それは。いや、何が見えてたの？それ長いっすもん。あ、長い。長いっすか。歴が長いか。ちょっと何の歴か分かんないけど。どうだった？9人いて、はい、どういう気持ちだった？いや、もう来てくれだからハッピーですよ。あ、そっか。そう、ハッピーボトルも当たったしね。はい、行こう。伊藤さんも来てくれてね、仕事中。ありがとう。ありがとう。じゃあ、今から伊藤がヤバトン紹介してくれるんで、ヤバトンに行ってきたいと思います。僕ら旅に出たのは、うまそう。肘に乗せたくなるぐらい美味しいです。肘に寿司と同じような感じ。寿司も違う。お前そこ含まれなくなっちゃうのか。気づいてる